ブリテンの軍事力が外敵を上回った今こそ我々が大陸へ侵攻を仕掛ける時だ。国力のバランスなど所詮は天秤、いつまでも維持できるとは限らない。こちらに傾いた今この時に行動しなければ、再び外敵の影に怯えて暮らす日々に逆戻りするかもしれないんだ。私は反対だ。そもそもキャメロットの戦力は国を守るために編成され発展してきたものだ。平和のために蓄えた力でむやみな侵攻を行い、流す必要のない血を流す行為はキャメロットの存在意義に関わる。その平和のための戦いを否定するとは、今さら臆病風かよ、ランスロット。そういう機構こそ武勲欲しさに殺戮を望むわけではあるまいな。ちょっとちょっと、アーサー、何ですのこれは。王であるあなたをないがしろにして勝手に会議が進んでいますわよ。こんな面倒ごといちいち付き合ってられるか。なんか明暗が出たら教えてちょうだい。適当に賛成しとくから。しかしまあ、今までこれを束ねてきたマーリンには感謝するか。正直戦場で剣を振るっている方が気が楽よね。まったく、他のアーサーにしても。ああ、似たように圧倒されてしまっているようですし、こんな時にマーリンはどこへ行っているのかしらね。そうね、こういう面倒事はやっぱりマーリンに押し付けるのが手っ取り早いか。